伊藤武雄は、日本の映画プロデューサー、労働運動家である。日本映画演劇労働組合の初代委員長として、東方葬儀を指揮した。本名、伊藤武雄。1910年7月17日、福井県に伊藤武雄として生まれる。東京に移り、早稲田大学に入学、同学を卒業後の1937年、東方映画に入社する。 東方映画東京撮影所で1942年渡辺国夫監督の武蔵坊弁慶で伊藤元彦と共に初めて制作に名を連ね映画プロデューサーとなる。第二次世界大戦終結の翌年1946年2月に東方撮影所で東方葬儀が起きる。 同年4月28日、映画、演劇の産業別労働組合である、日本映画演劇労働組合を1万人を超える、組織辞任で結成、初代委員長に就任する。1947年には、山本札夫、亀井文夫共同監督、宮島義武撮影による、映画、戦争と平和をプロデュースし、同年7月22日に、 東方が配給して公開される。1948年4月8日、伊藤は東方から他の270名と共に解雇を通告され、第三次葬儀が勃発する。伊藤は会社側と接触し、自らを含む葬儀指導者20人の解雇と引き換えに、一方的な大量解雇を撤回、要求を完結した。東方退社後、1950年。 新生映画を設立し、映画をプロデュースし続けた。1953年には新生期映画を設立。1954年には独立系、配給会社北西映画が破綻し、独立映画となったので、同社の代表に就任した。同年、新生映画、キヌタプロダクションのスタッフを結集して、中央映画を設立、調布市に、 中央映画撮影所を建設、オープンした。同撮影所は1957年頃までは稼働したが、調布映画撮影所と社名を変更し、レンタルスタジオになった後、1960年には取り壊された。2001年11月29日、肺炎のため死去した。満91歳没。戦争と平和、人間の壁、どっこい生きてる。 姫百合の塔が主な代表作である。1976年、日本映画テレビプロデューサー協会より、エランドール賞が贈与。戦争と平和、1947年。どっこい生きてる、1951年。ありがとうございます。